こんにちは、本日は、スライスを防止する、レッスングリップについて、レッスンをしていきます。スライスをする方、グリップを一度左手のグリップをチェックしてみてください。左手のグリップのこの拳のナックルの部分ですね、骨の部分、この向きが下を向いていると親指のポジションが合っていてもスライスしやすいグリップになってしまいます。親指の正しいラインとは、センターよりもやや右、これがスクエアな形になってきます。ここを付け根をくっつけていないとナックルの場所が、ずれてきてしまいます。このように握っている方非常に多いです。特に女性の方、クラブが重いので、手のひら全部で握ろうとしてしまうと、このような形になってしまいます。このようになってしまうとスイング中に手の向きが上を向いてしまって、フェイスが開いてスライスするという形になってしまいます。で今回は、しっかりとここの付け根部分ですね、付け根部分をくっつけて親指のポジションをセンターより右にして、アドレスを作るということを意識していきます。また今回の、ちょっと一つ皆さんに行っていただきたい練習ドリル、どうしてもスライスが出てしまう方というのはもう極端に左手の親指を側面から当てていただいて、そこで握るように意識をしてみてください。このような形になります。甲がほとんど真上を向くという形です。このようにすることで、フェイスのローテーションをする腕の可動域が広がるため、クラブを返す動きというのが、身についてきます。この動きで、フック引っかかるような形でボールが打てたら少しずつその親指のポジションを戻していきます。そのポジションが、しっくりくるポジションで、グリップを作るようにしてください。それでは一度、このグリップで打ってみたいと思うんですけども、これですと完全に左側に引っかかって、OB ゾーンに入っていってしまいます。なので少しずつ戻してまっすぐ来るポジションを自分で探してください。このポジションはチェックしていただきたいのはバックスイングを上げた地面とシャフトが平行になるポジションで、フックグリップにした時にこれですと左にボールが飛んでいってしまいます。正しいポジション、この向きで左手のポジションがしっくり来るところを探してください。少しずつ戻していき、パッと上げた時にフェイス面が前傾角度になるポジションというところを探していきます。まずは側面から徐々に親指を戻してハーフウェイバックで確認、次は実際にボールを打つ、この流れで、行っていきます。この左手のグリップの、甲の向き非常に重要なポイントになってきますので、ぜひ一度皆さん試して練習をするようにしてください。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんこんにちは、本日はスライス防止ドリルに、足を閉じて、フェイスのローテーション、腕のローテーションを、身につけましょうという練習ドリルをご紹介させていただきます。まずアドレスを取っていただきます。スライスをする方というのはここから腕だけ手元だけ先行してフェイスが開いてしまう方、また体が左右に動いて、ヘッドが遅れてスライスしてしまう方、またいろいろさまざまな原因があるんですけども、今回はヘッドが返らずにフェイスが上を向いてスライスをしてしまう方、この方に向けて練習をしていきたいと思います。アドレスで、通常アドレスを構えていただいて足を閉じていきます。クラブを、ちょっと短く持っていただき、体の面をあまり変えないように、体の周りをこのクラブヘッドが大きく回る意識でスイングを作っていきます。このようにすることでバックスイングでは左腕が上、右下が下、ダウンスイングフォローでは右腕が上、左腕が下という形になっています。このようにすることで手の動きに対してヘッドは大きく動いています。なのでこのまま行くと、もちろんボールは左に回転していきます。このようになってしまわないように気をつけてください。先ほどのように左腕が上、右腕が下、また左腕が下、右腕が上という形を作ります。それでは一度この形で打ってみます。ゆっくりで大丈夫です。
もちろんこのように打つと、ボールは左に低いボールで飛んでいきます。この動き、実際スライスする方、スイング中にこの動きが入っていないためにスライスをしてしまっています。なので一度この練習を20球程度、していただいて、通常のアドレスで構えていただき、今の動きを思い出してスイングをしていきます。このようにすることでフェイスのローテーション、腕のアームローテーションというのがですね、身につき、まっすぐボールを打つことができます。一度ぜひ試してみてください。本日のレッスンを以上で終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんこんにちは。本日のレッスンは体の開きを防止して、スライスを防止するというレッスン、スライス防止レッスン3に進んでいきたいと思います。スライスをする方というのはこのようにダウンスイングをする際に体が上を向いて、開いてしまう方、というのが非常に多いです。なので、しっかりと体を開かないようにインパクトする必要があるんですけども、このフローとする勢いでこのように打ってしまう、このようにしまうと、右に打ち出した右スライスという形になってしまいます。この今回は NG 動作を修正する練習ドリルをご紹介させていただきたいと思います。まずクラブを用意していただき、左腕でこのように地面に置きます。右手でグリップをしている形を意識してアドレスを作ります。ここからバックスイングをし、ダウンスイングで腰を捻転させインパクトまで右手を持っていきます。この際にこのシャフトのラインが地面と垂直ではなくてこのように動いてしまう方、要注意です。この動き、シャフトラインが逆にこちらに倒れるぐらいのイメージで素振りを繰り返し行ってください。ティーショットを打つ前に、このように持って何度もシャドースイングを繰り返し行います。このようにすることで左肩の開きが抑えられてヘッドが走ってきますのでボールが捕まりやすくなってきます。それではそのイメージで一度打ってみたいと思います。体の開きを抑えてインパクトを作っていきます。このように極端にグッと持ってくるようなイメージで、練習をしてみてください。スライスが収まります。本日のレッスンは以上で終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんこんにちは。本日はスライスを防止するためのレッスン4、トップでのフェイス面を確認しようというレッスンをさせていただきます。トップでのフェイス面というのがスライスをする方、ありがちなフェイス面というのはこのような形です。このような形になってしまうとダウンスイングを自然に回してきたとしてもインパクトの時にフェイスが開いている形になってしまいます。このトップではどのような形が正しいかと言いますとこのような形ですね。少し天井を向ける、フェイスの向きを天井に向けるイメージで、作っていきます。このようにイメージすることでボールは非常につかまりやすくなってきますので自然にこのように体が少し開いたとしてもフェイス面はまっすぐ向いてきます。ここでフェイス面がこのような形になってしまうとダウンスイングした時に開いた形になってしまいます。天井を向ける意識で、バックスイングを作ってみてください。このポジションですね、もし分かりにくければこのように短くクラブを持っていただいて頭の中でトップの向きをイメージしてください。フェイス面イコール左手の甲という形を意識を持って練習していただくと非常に分かりやすいと思います。左手の甲ですね、このグローブのこのマジックの部分が天井を向く形、この形を意識してください。それではそのイメージで一度打ってみたいと思います。天井を向ける、このようにすることで
自然とボールは捕まり、強いボールに変わっていきます。一度ぜひこのトップの位置でのフェイス面、左手の甲を確認するようにしてください。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんこんにちは。本日はスライス防止レッスン5ということで、スタンスの向きを、ちょっと変えてボールをつかまりやすくしていくというレッスンをさせていただきます。どうしてもスライスをする方というのはコースの左側を狙って、打ちたくなるものです。なので体としては少し気持ちオープンスタンスで、体が開いているようなイメージで左側を狙っていく、そういう方が非常に多いと思いますが、今回は逆でスタンスの向きをクローズにして構えて、ボールを捕まえていくという動きを練習をしていきます。クローズスタンスで練習をしていくことでスイングの軌道がアウトサイドには入らずインサイドから入るために、ボールを捕まえやすくなるという流れです。オープンスタンスで左を向いてしまうとカットから、ドライバーなのに上からクラブが入りすぎてしまって、滑った形で左から右へと、プルスライスの形になってしまいます。アウトサイドからスイング軌道が入ってくると左に行きそうだなっていうイメージが湧くかと思いますが、もちろん左にまっすぐ行ってしまう可能性もあります。ただアウトサイドで入ってくる場合ですとフェイス面が開いている形が体が開いてくる形が多いので、こういうボールですね、スライスが大きくかかってしまう動きに なりやすいのでまずはスイング軌道をインサイドから入れてボールを捕まえるという動きを身につけていただきます。今回はこのクローズスタンスですね、足靴の幅1個分以上は離れ、開けるように大げさに意識をしてください。この形でボールを捕まえていきます。左足を前に大きく出すということは膝の流れというのも抑えられます。足の流れがスウェイせずにこのクローズに構えている足左の膝の向きを変えないようにダウンスイングを作っていきます。このようにすることで体がまた開きにくく右を向いた状態でインパクトを捉えれるのでここからヘッドがスパーンと走っていきドローボールに変わっていくという形が、作られます。それでは一度このクローズスタンスにして、ドローボールを打っていきたいと思います。足を大きくクローズに入れて距離感はちょっと作っていただいてここからこのような形で、ボールを打ってください。このようにすることで、しっかりとボールは捕まってきます。慣れてくると左ばっかボールが飛んでくるかと思いますが、それは結構です。足を戻して、通常のイメージで打ってみてください。そうするとスライスは治っています。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんこんにちは。本日はスライス防止レッスン6ということで、今回は、ボールのポジションを、少し変えて、スイングの軌道を、修正していくという形のレッスンをさせていただきます。どうしてもスライスする方というのはボールのポジションを左側に置きやすいです。置きたがるんですけども要は前に置いてしまうとクラブを上から下ろさないと、前に届いてこないのでどうしてもクラブの軌道としてはアウトサイドから入りやすくなってしまいます。アウトサイドから入るとボールは滑ってしまいますのでクラブのスイング軌道をストレートに戻す必要があります。このためには極端にまずはボールを今8番アイアンを持っているんですけどもボールをセンターよりもやや右にセットをするようにしてみてください。このポジションよりもやや右にボールをセットしアドレスを構えます。もうほとんど右足のかかと寄りに構えていきます。このようにしているとこのポジションに置いてくるとアウトサイドからボールを打ってしまうと、詰まってしまってスイングができるスイング、フォローまでしっかりと振り抜くことができませんので
どうしてもストレートに近い軌道から入りやすくなってきます。なのでこのポジションでスライス、どうしてもスライスする方、ドライバーでも結構です、アイアンでも結構ですが、ボールを右側に置いて練習をしてみてください。このようにすることでクラブをインサイドから入れて体を残すっていうイメージになってきますので、スライスが収まってきます。このようにですね、ボールを右足に置いて軽くで結構です。100球程度ですね、ボールを打ってみてください。少しインサイドから入れてくる形。このようにすることでボールはドローボールに変わっていきます。スライス防止になってきますので、ボールのポジション一度チェックしていただき練習をしてみてください。実際に今のポジションで8番アイアンをあまり打つことはないんですけども、今回は練習ドリルとしてボールをこの右足寄りに置かせていただきました。できましたら通常のポジションに戻して練習をしてみてください。以上で終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんこんにちは。本日はスライス防止レッスン7、素振りで、スライスを修正するといったレッスンをさせていただきます。こちらはどうしてもラウンド中にスライスが止まらなくなってしまったり、急にスライスが出てしまった方、この素振りを行ってみてください。まずスライスをするインパクトの形というのはフェースがもちろん開いている形になります。フェースを開く形というのはこの左肘がこのように抜けてしまったり、ヘッドがまだ遅れてしまったりといった動きで、フェースが開いて右に飛んでいってしまう、こすったボールになってしまうといった形、これがスライスの原因になります。まあまた体が開いてしまったりといったさまざまな原因はあるんですけども、今回はこのフェースの向き、左肘の動きというのを修正していく素振りです。このおへその前でクラブを構えてください。おへその前でクラブを構えていただき、この高さで素振りを作っていきます。このような形です。このようにすることで自然にアームローテーションですね、腕のこのようなローテーションが加わっているのが分かるかと思います。ゆっくりスローモーションで見てみます。このような形です。スライスする人の動きというのは手の動きとヘッドの動きがほぼ一定で、ヘッドが走ってくる動きがないです。今回はここの前で左側で音がするようにしっかりと振ってみてください。この腰の高さで素振りをした時に、なぜかインパクトのところでガクンとこう引っかかるとか、しっかりとフォローが振れないっていう方は、要注意です。このように左肘がうまく畳まれていないケースが多いです。このようにインパクトのところで肘が抜けてしまっているとしっかりと早く振ることができません。このように早く振れるように素振りの練習をしていきます。左腕だけ見ていきます。このような形になっていきます。このようになってくると、フォローが出せずボールが滑っていってしまいますので気をつけてください。突然、スライスが出てしまったりスライスが止まらない方、腰の高さでの素振り、ぜひ行ってみてください。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんこんにちは。本日はスライス防止レッスン8、今回はスライスをさせないための体の動きというのをストレッチで、覚えていただきます。こちらの練習はコース前など、また練習前などに、行っていただくと効果がありますのでぜひ試してみてください。このようにクラブを横にして、シャフトを横からこのように握ります。このように握ったらバックスイングの時に左手を上に、回していきます。右手が下です。ダウンスイングでは逆に右手が上、左手が下。この時はクラブをしっかりと持っていただいて、浮かないように気をつけてください。バックスイング、ダウンスイング、バックスイング、ダウンスイングという形です。この動きができましたら少しずつここを狭めていきます。同じです。ここの狭くしていくとこの手の高さの関係が分かりにくいと思うんですけども、
徐々に行っていくことで、クラブのこのような動きに近づけていきます。この動きができましたら、最後は、クラブを持って今の動きですね、意識して行っていきます。このクラブを真ん中に持って動かすことによって、明らかにスイングがこのような形にはなりづらくなってきます。このようになってしまうと、スイングというのはこうなってしまいます。ここからこうからこうこう下下っていうのを、腕が下になる方を、意識しながら、練習をしていくことでアームローテーションっていうのが身についてきます。そのイメージを作って、まずはハーフスイングで、ボールを打っていきます。今の形を意識してっていくことで、綺麗にボールが捕まえてスイングをすることができます。以上で本日のレッスン終わります。こちらぜひ試してみてください。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんこんにちは。本日はスライス防止レッスン9ということで、スイング軸ですね、インパクトでのスイング軸について見ていきたいと思います。インパクトの時にこの顎のライン、スイング軸の顎のラインというのを、気をつけていただくことで、スライス防止につながってきます。この顎のラインを正面に、垂直に向けたままインパクトを捉えることができれば、左肩の開きや、このようなアッパースイングになりすぎて体が開いてしまう動きっていうのが修正されます。どうしてもこの顎のラインがこのように向いてしまうと、左の肩が開くのが早すぎて、フェイスが開きスライスになってしまうケースが非常に多いので、この顎のラインを気をつけながら練習をすることをお勧めします。このインパクトの時に顎のラインを極端に右に向けるぐらいの気持ちで傾けてください。このようにすることでこっち側が抑えられてヘッドが走っていきます。それでは一度顎の向きを気をつけながら打ってきます。もし難しい方は最初からこのように傾けて、左目をこのようにボールに向けて構えてください。ここからバックスイングをし、ダウンスイングで傾けたまま打っていきます。このようにするとボールがしっかりと捕まって、強いボールが、打てますので、ぜひこの顎のラインを意識しながら、練習をしてみてください。体の開きが収まり、スライスが修正されます。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで、飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。